足合わせるね。渋滞右。はい。渋滞右。はい。次、分隊ここにかけます。そのまま止まるだけです。分隊。止まれ。はい。休め。休め。気をつけ。けれ。なれ。いいよいいぞ、早いぞ。すごい重いし、でもなんか全身使えるんですよこれ。腹筋めっちゃ下っ腹使います。あとあれですね、これダンスで取り入れたら面白いんじゃないかと思う。ちょっと待ってください。
後ろから迫ってきて、しかもなんかちょっと、うん、あの歩くのが遅かったりすると、はいはいみたいな感じでめっちゃ言われるから、うん、もうそう緊張とそのプレッシャーと、あともうこの痛いみたいな、うん、もう必死でした。2,3 回抜かれたよね。抜かれた、ね、だから 2,3 回怒られたんだよね。だからそう、でも私たちもあの元々解明というかあのアップアップがカッコ仮のカッコ仮を取るために今頑張っているってことだったので、あのいつかはカッコ仮が取れるんじゃないかなって、そして解明がするんじゃないかなって思ってるんですけど、この流行りに乗りたいね。乗って取りたいね。乗って取りたいね。メジャーデビューしてカッコ仮を取りたいです。でもこの名前が変わっても、やっぱ私たちが今までやってきたこととか変わらないので、なんかちゃんと名前が変わってもいや変わらないと思うんですよ。変わらないけど。まあでもね、そう過去に培ってきたものとかはちゃんと持っているので。まあ名前が変わっても頑張ろうという、はい、上を目指していきたいと思います。そうだね、私たちアップアップガールズカッコ仮は常に戦っていて、まあ2014年の夏は富士山の山頂でライブをしてきたり、そしてこの自衛隊の教練体験を、はい、終えることができたので、もういろんな本当にいろんなことに挑戦してきているので、もっともっといろんなことに挑戦してたくさんの方に私たちのことを知ってもらうのはもちろんなんですけど、でもそれでたくさんの人に知ってもらい、私たちの夢である日本武道館に立つのが本当に夢なので、そこを目指して一直線に走っていきたいと思います。はい、もう一枚いきます。いくよ、大きい声でいくよ、はい、せーの、アップアップガールズ、ゴー！